サハラ戦車隊は、ゾルタン・コルダが監督した1943年の戦争映画である。ハンフリー・ボガートが主演し、第二次世界大戦中の北アフリカ戦、線リビアに従軍するアメリカ陸軍戦車長を演じた。本作は、第16回アカデミー賞のうち、録音賞、撮影賞、助演男優賞の3部門にノミネートされた。1942年、 北アフリカ戦線。エルヴィン・ロンメルが指揮する大攻勢にさらされた、アメリカ軍は、全軍撤退を発令するが、M3 中戦車ルルベル号は、エンジンの故障により、落語、上院である、戦車長、上岸軍曹、ジミー・ドイル、ウェイコ・ホイトの3名は、本体から逸れてしまう。砲撃の中で、どうにかエンジンを修理し砂漠を行く、ルルベルの一行は、 放火にさらされ破壊された野戦病院の跡地にて、撤退から取り残された6名の敗残兵と出会う。ジェイソン・ハリディ軍医隊をはじめとするフレッド・クラークソン、オズモンド、オジー、ベーツ、ピーター・ステグマン、マーティン・ウィリアムズの英国軍人5名、そして自由フランス軍のジャン・フレンチー、ルルー5長である。敗残兵唯一の将校であるハリディは、 ルルベル一行に同行することを決断する。その後、彼らは、イタリア軍捕虜ジュセッペを連れたスーダン軍のタンブール総長と出会う。ガンは、井戸のありかを知るタンブールの同行こそ認めたものの、ハリディラの反対を押し切り食料や水の不安から、ジュセッペを見捨てる。しかし、ハゲタカに追われるジュセッペの姿を見たガンは、ルルベルの停止を命じ、彼の同行を認めるのであった。 タンブールの案内で、井戸のある集落へと向かう最中、彼らは、ドイツ空軍の戦闘機に発見され、機銃操作を受ける。ダンは、車載機銃で応戦しこれを撃墜するも、クラークソンが被弾し重傷を負ってしまう。ガンは落下山で脱出した、飛行資本シュレットを隊員を捉え、彼が手にしていた書類からトブルク陥落を知った。 やがて到着した集落の井戸はすでに枯れ果てており、間もなく、クラークソンは死亡する。ルルベルは激しい砂嵐に見舞われつつも次の井戸がある、アクロマに到着し、古い寺院の中で一晩を過ごす。夜が明け、砂嵐ですっかり渦もれた井戸を掘り返し、タンブールがそこに降りてみると、水の滴りが聞こえる。わずかではあるが、まだ井戸は枯れていなかったのだ。 隠して一行は十分な水を入手するまでアクロマに止まることとなる。一方、フォン・ファルケン少佐率いるドイツ軍走行部隊も水不足に悩まされていた。クラークソンの墓標が見える枯れた井戸の付近で、フォン・ファルケンは地元民からアクロマに井戸があることを知らされ、潜見隊をアクロマへと送り出す。アクロマに接近するドイツ軍戦見隊の走行車を、 発見したガンたちは彼らを待ち伏せて攻撃し、2名のドイツ兵を捕虜とした。そのうち1人からは大攻勢に備え付近に待機するドイツ軍装甲部隊の存在を聞き出し、また同時に井戸が枯れてしまう。ガンは未だ水があると欺き、あえてアクロマにドイツ軍をおびき寄せ、ここで攻勢を阻止しようと提案する。かくして、ここで得た2人の捕虜は、 食料と水を交換する用意をしたという偽の情報をつかまされて逃がされる。残ったガンたちは、ウェーコーを本部へ伝令として送り出し、着々とドイツ軍を迎え撃つ準備を整えていく。そして、ついにドイツ軍の攻撃が始まる。第一波をどうにかしのいだものの、ここでステグマンが戦死する。フォンファルケンはガンに降伏を勧告するが逆にガンは、 銃を手放し降伏すれば、水を与えるという、新たな交換条件を持ち出した。ここに、大量の水があると信じたまま、フォンファルケンは次の攻勢を予告して立ち去る。やがて、ドイツ軍の攻撃は、荒烈さを増し、ルルベル一行は、数とまた一人と倒れていく。さらにフォンシュレッドは、攻撃にこうして脱走し、フォンファルケンに、 水がないことを伝えようとジュセッペに提案する。しかしジュセッペは、私は、ヒットラーのために戦わないとして拒否。相当侮辱され激高したフォンシュレットは、ジュセッペをナイフで刺し、脱走する。瀕死のジュセッペはフォンシュレットの脱走をタンブールに伝え、その場で絶命してしまう。重火の中を駆け抜け、フォンシュレットを追うタンブールは、どうにか追いつき、 フォン・シュレットウの顔を砂に埋め窒息死させた。しかし陣地に戻る最中に狙撃され、ガンの目前で倒れてしまう。死ぬ直前に、タンブールは親指を立て、フォン・シュレットウを殺害したことをガンに知らせるのであった。その後、再びフォン・ファルケンが軍師として、訪れるも、ガンの代わりに交渉に当たったフレンチーは条件を変えるつもりがないと言い放つ。 納得したふりをして陣地に戻ったフォンファルケンは部下に、明治フレンチーを背後から射殺させるが、機関銃で応射を受け、フォンファルケン自身も戦死する。指揮官を失ってもドイツ軍の激しい攻勢は続き、やがて、ハリディも迫撃砲の直撃を受け、ドイルと共に戦死。アクロマに立てこもるガンとオズモンドは前進してくる、大勢のドイツ兵を目にして、 最後の戦いを覚悟する。だが、ドイツ兵たちは一切攻撃を行わない。ガンたちが様子を見ていると、ドイツ兵たちは、水をくれと叫びながら、銃を投げ捨て、枯れたはずの井戸に殺到した。ガンが覗き込むと、井戸からは大量の水が湧き出していた。皮肉にもドイツ軍の砲撃を受けた衝撃で再び、水が湧き出てきたのである。 そして、大量の捕虜を引き連れた、ルルベルは、ウェイコに案内された本部からの援軍と出会う。ウェイコからエルアラメインでの勝利を伝えられたガンは、サハラに散った戦友たちに思いを馳せるのであった。本作は、インペリアル軍、ソルトン湖付近にある、アンザ・ボレゴ砂漠州立公園にて撮影された。また、アメリカ陸軍第四機構軍団が、全面協力し、 本物の兵士がエキストラとして参加した。ルルベルを攻撃するドイツ軍戦闘機は、誤ったドイツ軍風の塗装やマーキングを施した、初期型の P-51 ムスタングである。1992年、本作でステレオタイプなナチ将校、フォンシュレットを演じた、クルトクルーガーは、サンフランシスコクロニクル市場で撮影当時を改装した。 タンブールが丘を走る私の上に飛び乗って、頭を砂に突っ込ませ窒息させるシーンがある。ところが、ゾルタンと来たら、カット。と叫ぶのを忘れていて、私の顔を砂に押し込むイングラムの力は、ますます強くなった。結局私は気を失ったが、誰もそれに気づかなかった。スタッフたちは、この劇的な、殺害シーンに釘付けにされていたのだ。 ゾルタンがいなかったなら、あるいは最後まで、カット、と言わなかったなら、私の一切合切はそこで終わっていただろう。クルトクルーガー本作のプロットは、ミハイル・ロンムが監督した1936年の、ロシア映画、ザ・サーティーンに登場するエピソードの一つに基づく、ことが、クレジットに示されている。1953年には、アンドレ・デトスの手により、 ブロデリック・クロフォード主演の西部劇、廃墟の守備隊としてリメイクされたほか、1995年には、ブライアント・レンチャード・スミスが、テレビ映画、デザート・ストーム、新・サハラ戦車隊としてリメイクした。新・サハラ戦車隊では、ジェームズ・ベルーシがボガートに相当する役を演じ、ロケはオーストラリアで行われた。スティーブン・スピルバグが監督した1979年の、 コメディ映画1941では本作へのオマージュとしてルルベル号と名付けられた M3 抽選者が登場する。1941のルルベル号は M4 抽選者を改造したものであった。ありがとうございます。